皆さんこれをご存知ですか？イニシャル D オイルです。ベースはですね、タクミオイルというブランドなんですけど、値段が安めで一流オイル並みの性能があるということで、現在通信販売ではねナンバーワンの売り上げのオイルらしいんですよ。で今回新たにこのイニシャル D のねこの絵が入って新しいシリーズが出て、まあ、イニシャル D というね名前を名乗るんであれば、まあ、ホットバージョンとしてはねずっとアニメも監修してますからね、このオイルの性能をきっちりと、チェックしてみたいと思います。今日はこの筑波サーキットで後ろのあの86万円号で、オイルテストをやってみたいと思います。どうせやるなら過酷なテストをってことで、筑波を全開で20ラップやっちゃいます。イニシャル D オイルってどんなオイルなのか。タクミモーターオイルの、まあ、中核スペックであるハイクオリティシリーズっていうのがありまして、一応これあの万能スペックっていうことで、街乗りからスポーツ走行サーキット走行まで万能的にこなせるオイルということで、化学合成油をベースにしているオイルです。でそれをベースに、まあ、今回イニシャル D オイルということなので、まあ、多少スポーティーな味付けになるように、潤滑性能と冷却性能を高めるような添加剤を新たに加えて発売いたしました。ドリフト向きというわけではない。ドリフト向きというわけではないですね。はい、あの今回はですねイニシャル D というあの大人気コミックとのコラボレーションということで、あの多くの人に使っていただきたいという思いがありますので、その、まあ、サーキットスペックとか一部 そのすごいチューニングしてる車用というわけではなくて、本当に普通のミニバン軽自動車から、スポーツカーまで いろんな車種に合うように、オイルの粘土のラインナップも決めてまいりました。当社の場合はですね、まあ、創業10年程度経つんですけど、その頃からですねひたすらインターネット通販のみにこだわっておりまして、通常の流通経路ですと、まあ、メーカーから卸売業者して小売店で、その後ユーザー様のお手元に届くっていう流れなんですけど、当社の場合は我々メーカーからインターネット通販を通してユーザー様へ直接販売にこだわっておりますので、その分、間に入る中間マージンがなくなるので、その分もう全て価格を安くするっていうところに使っております。あ、20周ですね。大丈夫だと思います。テスト車両はホットバージョン86、オイルクーラーも装着済みのマシンだ。で今回はレボリューションさんにご協力をいただき、データロガーを装着。タイヤは 12D。 早速オイル交換。今回は 5W40 です。でもちょっと気になるのが筑波を20ラップってこと。これはかなり過酷。その理由を青木さんに聞いてみた。まあ20周ぐらいの距離を、まあ、試飲を入れてですね走り始めると、だんだん、マックスとロアの油圧がロガーずーっと取れるんですよ。そう、大体落ちてくるんですよ。ゆっくり落ちてくるんですけど、86自体はですねカムの切り替えを、まあ、油圧でやってるので、そこの油圧がやっぱりどうしてもそのある程度キープできてないとカムの切り替わりが悪いんですね。で、まあ、86で一番見なきゃいけないのはその親友から、まあ、20ラップ程度使ったところの油圧の落ち具合を20周分をデータローガーに取ったやつをギュッて縮めてグラフにしちゃうんですよ。まあ一個一個のコーナーはこういうふうに出てますけど、それをギュッてするとこういう帯状になって下がってくるんです。それを20ラップぐらい取ると分かるので、で20ラップっていうのが、まあ筑波だと距離がちょっと短いですね、40キロぐらいですけど、通常 S タイヤなどワンスティント見れば大体分かるんですけど、それでそのオイルが86に適したものかどうなのかっていうのが判断できると思います。はい、この86ってうちのオイルクーラーついてるので、これって結構性能よくですね、エンジンのラジエーターがノーマルでもオイルクーラーがついてれば、油温がそのこの青天井に120度130度と上がっていかないので、ラジエーターの水温とちょっと上ぐらいずっと止まってますから、油温がまず安定しなきゃいけないっていうことがまず第一なんですね、油圧を見るのに。そうするとこういうオイルクーラーついてないと判断ができないってことですね。はい、気温 24.9 度、路面はドライ。ペースを変えたくないのでコースを占有して臨みます。
担当ドライバーは篠原選手。篠原選手は匠発掘プロジェクトで登場してくれたドライバーだ。なかなかの好青年です。まずは20周無事に走り切ってきます。で、しっかりエンジンオイルを体感していきたいと思います。篠原選手はスーパー耐久やスーパー GT にも出場するドライバー。さあ、全開で20ラップ開始。オイルのフィーリングはどう変化するのか。この日のみ特別に装着したメーターには水温、油温、油圧が表示される。1周目のタイムは1分8秒773。走っててかなり楽しいです。今のところエンジンオイルの問題とかも一切なさそうですね。ベストタイムはこの週にマーク、1分7秒929。タイムも安定、さすがプロドライバー。10周消化ですね。今のところ何にも問題なく走ってますね。あと4分の1ですね。今のところ何にも問題なく調子よく走ってます。16周目。パワーのかかり方もすごく自然な感じでいいですね。走りやすいです。次ラスト20。20ラップ走ってもフィーリング変化はあまりなさそう。タイムも安定しているし、もしかしてオイルクーラーの効果が大きいのかもしれないが、ここまではグッドです。エンジンオイル自体は20周ずっと走ってても全然悪くないですね。ずっと気持ちよく回ってくれました。20周走っても全然問題なくずっと気持ちよく回ってくれました。エンジンもずっとその変な垂れとかなく回り続けてくれたので、特にシフトポイントとかが変わることもなく走れたのが良かったですね。早速データをチェックです。まずはオイルテストっていうことで、はい、青木さんがどこに注目をするのかなっていう。そうですね、86のエンジンの場合だとですね、ええ、右側バンク左側バンクにインテーク液蔵と缶が分かれます、はい、そうすると何が重要かっていうと、温度オイルの粘度よりも、うん、温度よりも粘度が重要になってくるんですね、うん、粘度がやっぱり安定しないと右側のカムと左側のカムが違う動きします、うん、これが一番困ったことになるので、うん、で、まあ、そうなると大体ドライバーがなんか今日パンチないよとか、なんかピックアップ悪いよなんてコメントをするのがそこになるんですね、はい、で一番僕が気にしてるのはやっぱり油圧なんですけども、うん、先ほどつくばさっきとの方を20ラップぐらいしていただいて、親友、うん、から20ラップ、うん、どういうふうに油圧が変化してるかっていうものを、データローガーで取って、うん、解説しますね。それ以前にもう温度が上がるっていうのは、はい、オイルの性能というよりはそのもう車両の問題みたいな。そういうことです、そうです。オイルクーラーとかでまず、はい、温度を安定させるっていうのはまず大前提っていうことですね、はいはいはい、私どもの、まあ、販売してます V マウントオイルクーラーキットっていうのがついてまして、うん、これ見ていただくと分かるように、エンジンテンプこれ91、はい、エンジンオイルテンプ 94.7って言って、前週にわたって、エンジンオイルと水温がずっと一定で安定してますよね、うん、まずこの環境を作らないとオイルのテストって成立しないんですよ、うん、ラップタイムをずっと1分8秒ぐらいで同じペースで20ラップいきました、ね、はいはいはい、そうです、はい、
で、これを一番見て、どこを注目しなきゃいけないかというとですね、まずこれエンジン温めて暖気して、まだ水温と油温が温まりきってません。で、新油なので最初のうちは全体的に温度が上がってないのもあって、まあ、ちょっと高いんですね、油圧の全体のレベルが。それから硬いんですね、そうですね、下がってて、で温まってきて完全にきれいに温まって、ここで水温と油温がシンクロします、はい、その辺から油温が安定しだして、まあ、よく見るとゆっくりは下がってるんですけども、結局この辺が最後この辺のラップの時に、もうほぼ真横じゃないですか、まあ、これで最高油圧と最低油圧これが確保できている、変わってないっていうことなんですよ。でこれは86に使う、まあ、エンジンオイルとしては、まあ、ベストではないかっていう油圧としてはですね。なるほど、はい、じゃあ一応合格点的な、そうですね、あのダメなのはもうもっとだんだんもっとだん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 下がっていっちゃうんですよ。もうつくばで10ラップとか20ラップとか、はい、あの、まあ、ります、落ちちゃいます、あります、うん、あのレスポンスが悪くなるとかパワーが落ちた感じがするっていうのは、はい、どういう状況なんですか。油圧が落ちて、はい、油圧が落ちて、例えば右側バンクのカム、左側バンクのカムが開くタイミングがちょっとこうずれる、あ、そのバルブのコントロールも油圧で行われてるんですね。コンピューターの中に、ターゲットマップっていうカムのコントロールのマップがあります、はい、それに対してアクティブしてるそのデータロガーのその動いてる量を両方グラフに出してみると、うん、要するに、コンピューターは何度にしなさい、このタイミングで何度にしなさいって言ってるんですけど、うん、そのタイミングで何度にならないんですよ。ちょっと遅れたり、うん、右と左が何つってるかな、うん、ちょっとずれる、うん、っていう感じになるんです、うん、でちゃんとしたオイルを入れて、例えばワンメイクの車両でも当たりと呼ばれてる車両、早いなって言ってるのはそのカムタイミング、インとエキゾーストの左右バンクが綺麗にピッと動いて、綺麗にピッと同時にこうキュッとこう動く感じがやっぱりスムーズでピックアップが良くて、うん、まあ、トルク感があるエンジンになってる感じなんですね、うん、はい、じゃあまあこれあのいわゆる一流高級オイルから値段は半分ぐらいで、あ、そんな安いんですか、そこそこの性能みたいなことで歌ってるということなんですけど、あ、そうなんですね、まあ、はい、サーキットでたまにサーキットで遊ぶようぐらいな人だったら問題ない、十分じゃないですかね、はい、わかりました、はい、そういう主治医青木先生から合格点いただきましたんで、これは大丈夫です。今回のテストでは高評価をゲットしたイニシャル D オイル、オイル交換の際はちょっと気にしてみてはいかがかな。このイニシャル D オイルを